まずですね、2004年に、故ダイアナ妃の肖像を使った10ポンド偽札ディフェイストテナーをバンクシーは偽造しているんですけれど、こちらはエリザベス女王の顔をウェールズの故ダイアナ妃の写真にすげ替え、さらにイギリス銀行のインスって書いてある印刷部分をイングランドのバンクシーと更新して10万冊複製し、ロンドンのフェスティバルでばらまいています。あまりの精巧さに間違ってレジで支払う人が出てきて、います。要は撹乱しているんですけど、このアートの名目で、偽造紙幣を作成していると。で、一方ですね、ちょっと時代は違いますけれど、日本の前衛芸術家で路上観察家であった赤瀬川源平さんは63年、高松二郎、中西夏幸さんと共に、ハイレッドセンターを結成します。でミキサー計画として、模型千円札や梱包作品を発表し、そこで偽札を作っているということで64年に取り調べを受けて、書類送検されます。でこの模型千円札が違法であると、起訴され、千円札裁判が開始され、さまざまな批評家も含めて、巻き込んでいろんな芸術とは何かっていう話をしたんですけど、結果有罪となってます。で同じくですね、日本との関連で言うと2005年8月に東京で結成されたアートコレクティブ のチンポムというグループがいるんですけど、2011年の5月、渋谷構内で設置されたパブリックアートである岡本太郎の壁画明日の神話へ絵を付け足しています。この明日の壁画のですね、ちょうどこの角になっているところなんですけど、ここに5月1日の夜にですね、東日本大震災による福島の原発事故を思わせる、まあそうなんですけど、ベニヤ板で描かれた絵を運んで付け足しているのが発見されます。で後日チンボムはこれは自分たちの行動であると名乗りを上げ、この事件は7月13日にメンバーのうち3人が軽犯罪法違反張り札容疑で書類送検されています。これは不起訴にはなりましたけど、送検はされたということで、相田誠さんという日本のアーティストがいるんですけど、現代アーティストがいるんですけど、オリンピックを目前として、明治神宮外苑入り口にですね、段ボールとブルーシートを使った作品東京城というものを、7月1日から、展示して発表しています。だから相田さんが日本の政治状況の風刺にだいぶ尽力している、貢献しているんじゃないのかなっていうふうに思います。ディズマランドの逆張り感に関しては、日本の芸人のダウンタウンのごっつええ感じの93年の企画で日本一まずいラーメン屋で、1996年に世界一まずい飲み物をコンセプトにした幻のガキ水っていうものがあります。でも同じ構造で、あとはですね、音楽で言うとですね、ブルーハーツがですね、このドブネズミみたいに美しくなりたいっていう風ですね、こうですね歌ってますし、日本におふざけ感や反骨精神がないわけではなくて、
アウトプットがアートだけではない、むしろアートではなくて芸能とかで、あのむしろアートには少ないというのが、あの今の現状でのお国柄の状況です。一方ですね、2017年イギリス人2000人を対象とした人気投票でウィリアム・ターナーを抑えてバンクシーのガール・ウィズ・バルーンが堂々1位に選ばれます。そして2019年の2月1日付の、あのガーディアンの記事によると、このさっきあの話した2004年です。この古代アナ妃を作った2000の10ポンド紙幣が公式に大英博物館のコレクションに仲間入りしました。今回はそのバンクシーがあの昔にあの無断で展示したやつではなくて、大英博物館の側から正式に所蔵したっていうことなんですよ。これがその信じられますかっていうことで、あの要するに偽札が正式な収蔵になるっていう状況なんですけど、日本だったらもう即刻逮捕されてバッシングして、もう多分目も当てられない状況になるのに、真逆のことが起きてて、大英博物館はですね、この種の抗議活動にを通じた政治的社会言説には長い歴史があり、だからこそぜひ収蔵したかった。長年の間パロディ紙幣のコレクションにこのディーフェイスとテナーを加えようと奮闘してきたが、バンクシーの代理人を通じてやっと本物が入手できたと話しているってことなんですよ。この違いがすごくて要するにもちろん誰でもいいわけじゃなくて、バンクシーの作品のクオリティおよび天才的なこの気略ゆえの結果なんですけれど、それでもこのアートが孤立せずに、その大衆の声や行政サイドから臨機応変にそのリアクションがあってですね、反応があってですね、あのカルチャーの現在進行形のカルチャーの意味、そしてあのそのソーシャルキャピタルというか社会資本的な観点、あるいは観光資源としてのあの意義を鑑みて受け止めてくれるっていう風な懐の深い文化の土壌は、あの羨ましい限りだと僕は思っています。はい、そして次にグラフィティ系風での、でバンクシーを見てみようと思うんですけど、1980年からあのニューヨークの地下鉄内で、白いチョークでグラフィティを描き始めた画家彫刻家のキース・ヘリングがいます。そしてグラフィティアートをモチーフにした作品で日本でもよく知られているあのジャン・ミシェル・バスキアがいますよね。まあそれは今のはあのちょっと過去というか近現代 の, あのアーティストなんですけれど、他の現代のグラフィティ、今生きてる存命で活動している現代グラフィティアーティストでいうと、あのパリの路上で始めたあの JR というあの、JR の方じゃない、日本の Japan Railway じゃなくて、あの身元が確認されていないフランスの写真家兼ストリートアーティストの偽名 で彼は世界が最大のアートギャラリーだ、要するにストリートだからどこでも描けるしっていうことで、世界中がもう遊び場になっているアートのギャラリーの空間であるっていうふうな言い方をしています。そして1990年代からストリートアート界で活躍しているフランス人のアーティストゼウスという人もいますし、同時に戦争っていう意味のボイナをそのまま名前にしているロシアのアートコレクティブがあのいます。ということで、あの現在のグローバル資本主義時代にあるべき先鋭的な表現アーティストコレクティブがバンクシー以外にも台頭してきて、そもそもグラフィティが違法であるがゆえに、あの、まあ、バンクシーはよく正体不明を貫く方法自体がアートっていうふうに言われるんですけど、その正体不明なあのグラフィティアーティストっていうのは別にバンクシーの専売特許じゃなくて、いろんなアーティストがあの世界で覆面だったり匿名で、表現活動をしているっていうことがあります。次に、
バンクシーはまあイコニックというか記憶に残るようなアイコニックなイメージを創出しているんですけど、まあ、例えばチンパンジーであったりネズミであったり風船と少女のこの赤い風船っていうものなんですけれど、ネズミはあのグラフィティを描くあのバンクシー自身であると言われているんですけど、基本的に都市から排斥された人々、ホームレスや移民だったり難民を象徴していると言われて、そもそもそのですね、これ今やあのネズミがバンクシーのトレードマークみたいになっていますけれど、実はですねバンクシーの大ファンのも大ファンであるステンシルアートの、まあ、ゴッドファーザーって言われているフランス のブレクルラットっていう人の影響があります。それとあとはラットっていうのは RAT なので、これはあのRT アートって ART じゃないですか。だからラットとアートっていうののちょっと文字りみたいになっています。だからあの海外の記事とかで言うと、あのバンクシー以前にはあのブレックルラットがいたっていう風な記事が上がってますし、あのこれはもう周知のことにあの界隈ではなっています。次にあのステンシルアートで他にあの活躍されているアーティストとしてノルウェー出身のドルク、そしてニックウォーカー、まあ、これはブリストル同郷なんですけどもいます。そしてバンクシーの他にあのメジャーなオークションに出ているグラフィティアーティストとしてカウズ、スティック、そしてインベーダーという名前のアーティストもいます。次にあの風船と少女、まあこれがその国民投票で人気でナンバーワンになったものなんですけど、これがですね僕もちょっと今これあのですねこれですねどうやって知ったかというと、そのバンクシー関連 の動画の下のコメント欄で、あのバンクシーはあの絶対赤い風船見てるぞって言って、そのちょっとダークな想像力に確実にあの取り憑かれてるっていう風なコメントをしているとあのコメント見て、それちょっとチェックしてみたらマジだったんですけど、あのアルベール・ラモリス監督の、1956年のル・バルン・フージュっていう赤い風船というフランス映画があるんですけど、これにインスパイアされてます。確実に。でこれはですね結構ね別に無名な映画ではなくて、第9回のカンヌ国際映画祭においてあの短編パルムドールを受賞したあの36分の作品な短編映画作品なんですけど、これはあの何だっけ、フランスの無料動画のやつね、まあ、リンクは貼っておきますね。でこれがですねあのバンクシーはあのあまずあらすじとしては、簡単なあらすじとしては、パリのメニルモンタンを舞台に少年と風船との友情を描いた短編作品で、みたいないたずら子たちがこうやって風船をこうやって落とそうとするんですね、こうやって、これで。で、あとは、あの最後にですね、風船がしぼんでしまうんですよ、それで元気がなくなって。で、それが、で、その後でたくさんの風船が集まって、それらを手にした彼が天高く舞い上がって、青空の向こうに飛び立っていったっていう、そのちょっともう完全にネタバレなんですけど、バンクシーの赤い風船っていうのは、さまざまなモチーフで作られている、描かれているんですけれど、こうやってこの風船を落とそうとするこれとかのここのちょっと名前忘れましたけど、これとかも完全に同じだし、そのパレスチナの分断壁に描かれている少女がこうやって風船で空高く舞い上がろうとしているっていうのはもう確実に赤い風船のインスパイアっていうか、もう本当それなんですよね。だからこれはね、なんかね多分誰あんま言ってないんですよね、人が言ってない。僕はコメント拾ってたまたま見たら若干ガチじゃんみたいなことでここでお伝えするんですけど、あんまり知られてないみたいなので、ですね、この風船が少年ではなくて少女ですよね、少女の手から離れていくっていうのは非常にこの心がギュッとするっていうか、キュッとするっていうか、そのずっと見ていられる切ないけど切実なんですけれど、これを選んだっていうバンクシーがそのモチーフ、自分の象徴的なアイコニックなイメージに選んだっていうこの選出のセンスっていうものはデュシャンにも続くように、あらゆるものがある中で何を選ぶかっていうところにアーティスト性が出るっていうところにつながっていくような活動にはなっています。ちょっと赤い風船本当36分で非常に耽美な作品なのでリンクを貼っておくので、これは本当に美しい作品なので見てみてください。すごいファンタジーで
すごくいい作品です。